こんにちは。医師でマインドフルネス講師の上田正史です。今日もですね、独り言やっていきたいと思います。今日はですね、マインドフルネスを人に勧めるときの話というのをしたいと思うんですよ。ですね、マインドフルネスの実践をしていると、だんだんとこう、いろいろと恩恵を感じるようになってきて、感情が安定したとかですね、周りのこと、些細なことで幸福感を感じられるようになったとか、そういう恩恵を感じて、ぜひ、こう、周りの人にも伝えたいものだと、いう気持ちが浮かんでくるっていうことが、よく起こるというか、いろんな方がそういうふうに言われるんですよね。で、僕自身も、瞑想、マインドフルネスの実践をして、自分が恩恵を得られたと思ったので、こういう活動をしているというのもあるんですよね。でですね、マインドフルネスを人にこう広めるという時にちょっと気をつけた方がいいのかなって思うことがありまして、それはですね、そのマインドフルネスとか瞑想をやるのが絶対に良いことだっていうふうにこう考えを押し付けるような形になってはいけないというふうに思うんですよ。マインドフルネスって、何かをこうコントロールしようとするとか、無理にこう何かを変えようとするっていうのは、マインドフルネスの、趣旨にはあまりそぐわないんですよね。なので、例えばこう、あんまりうまくいってない方に、あの人にマインドフルネスをさせたいとか、瞑想をさせたいとか、そういう感じでこう、例えば押し付けるような感じになってはですね、それはマインドフルネスの趣旨に反してしまうことになるんじゃないかと思うんですよね。なので、マインドフルネスの、基本的な、人に広めるときの、立ち位置というか、スタンスとしては、あくまで提案っていう感じなのかなって思うんですよ。こういう方法がありますよと。で、こういう、恩恵が得られる人もいるんですよと。で、やってみませんかと。で、やってみて、その後続けるかどうかはあなたの選択にかかっていますし、それは自由ですと。そういう感じの伝え方なのかなと思うんですよ。それでですね、やってみられて、確かにいいかもしれないと思った方は続けるし、自分にはあまり、なんていうか、ピンとこなかったという方は、もうやめてしまうかもしれませんし、それはでもコントロールできないことですから、それはそれとしてっていうのが、マインドフルネス的なスタンスなのかなって思うんですよね。それでですね、先ほど提案してみて、その方が、マインドフルネスや瞑想の実践をですね、続けなかったら、それはそれとしてと、去るものは追わずじゃないですけど、そんな感じで言ったんですけど、提案という他にもう一つ、アプローチの方法があるかなと思っておりまして、それはですね、自分自身が実践していくと。それで、周りから見ても、あの人、瞑想し始めてから変わったなと、いい風に、受け止めてもらえるような、変化が出てくればですね、私もじゃあやってみようかなとか、そういう風になる可能性もあるわけですよね。なので、そのマインドフルネスって、やっぱ言葉だけではなくって、非言語的な雰囲気とか、そういうもので人にこう伝わっていくっていう要素もすごくありますし、それがマインドフルネスの、マインドフルネスたるゆえんの部分なのかなと思いますので、マインドフルネスって、無理にこう何かをこうしようとか、そういうスタンスとは少し違うんですよね。自然とこう伝わるというか、無理に何かをコントロールしようとすることを手放すことによって、変わっていくという可能性があるというのが、マインドフルネスの、利点なのかなと、僕は思います。はい。というわけで、今日はマインドフルネスを人に、伝える時の話、あるいは伝わるという要素もあるよと、そういう話をしてみました。というわけでですね、今日のお話はこんな感じにしてみたいと思います。本を読んでいる動画もですね、ちょっと準備中なんですけど、まだできてないので 連日話す会が続いていますけど、近々上げていきたいと思います。もしよろしければですね、チャンネル登録していただければ、動画ができればですね、YouTube の画面に上がってきますので、よろしくお願いします。
平日毎日5時に投稿しております。というわけで今日はこれで失礼します。いつもありがとうございます。